コンパクトですね。昨年の10月以来の宿泊で、今回はスパ直通エレベーターが使える12階のお部屋にアップグレードしていただきました。スパ直通はシェラトンフロアではここと6階、それにランクが上の14階から20階となります。これらの部屋からは浴衣とスリッパ姿で直接3階のシェラトンスクエアにある大浴場に行くことができます。温泉に浸かった後はスパリビングでメディカルチェックをして、ヤクルトか淡路島牛乳をいただきます。19階にあるクラブラウンジは5時から7時までアルコールとオードブルプレートが提供され、人気があります。朝食は1階のガーデンカフェが改修のため3階の大宴会場6号でいただきます。どうぞご案内いたします。
7階から15階の客室もリニューアル中。どう変わるか楽しみですね。神戸ベイシェラトンは母体がホテルニュー淡路なので、マルシェでは淡路島や地元の新鮮な野菜やフルーツ、ホテルメイドのパンやスイーツが購入できます。